こんにちは、速稼塾の久保でございます。今回はご質問ありがとうございます。この質問ね、よくいただくんですよ。で、私はよく答えるんですよ。で、無視されるんですよ。ですんで、今回天野さんはね、私回答しますんで、パキッとね、明確に答えていただきたいと思います。3つのことでしょ？まずはね、5択から言いますよ。まず、どうなりたいのかを明確にしてますか？どうなりたいのか。今の状況で稼ぎたいみたいなぼんやりしてるんでダメなんですよ。具体的にどうなりたいのか。借金を、例えば300万円ある借金を来年までにゼロにしたいとかね。それから3年で今あるローンを完済したいとか、5年でフェラーリが欲しいとか。こういうふうなね、明確なものが何かあるかなってことなんですよ。作業だけずーっとやっても、作業は慣れていくけど上達はしないんですよね。ここが大事ですよ。慣れるんだけど上達しないんですよ。ちょっと倒れそう。んで、ここが明確になってるかなってことです。で、どういうふうに明確にするかと言いますと、いつまでにいくら稼ぎたいのかってことを明確にしてますか？これをね、例えば3年以内に1億みたいなことを言ったからダメなんですよ。私はね、3年以内に1億円稼げそうだなとぼんやり思いました。そしてそれを実現しましたけど、そうじゃないんですよ。もっともっとね、身近な目標ですよ。だからこれから言うこと、3つでしょ？ 3 つ言うことをすぐに返信してほしいんですよ。で、返信できないってことは今まで考えてこなかったってことなんですよ。考えてなければ達成するわけないんですよ。もう全然ちんぷんかんぷんなんですよ。例えば YouTube いっぱい動画作りますよね。これはいつ花開くのかわからないことを前提でやってるじゃないですか。だからいつ花開くかわかんないんですよ。で、FX も自分の力がいつつくかわからないでしょ。だからいつ儲かるかわかんないんですよ。ではビジネスって何なんでしょうか。それは目の前の人に商品を売る、これに尽きるんですよ。目の前の人に物を売っていますか？もしくは売ろうとしていますか？どっか世界のどっか遥か彼方の誰かがお金を払ってくれると思ってませんか？ FX も誰かが負けるから払ってもらえるわけですよね。で、 FX の世界では毎日負けてます。誰かがその負けていたものを強い人から順番に取っていくんですよ。で、強い人から順番に取っていく人に入れそうですか？それともいつまで経っても負け目を抜け出すのないですか？ってことを考えていくとね、どうなのかなってことなんですよ。さあ、それでは今から3つの質問でしょ。これから言いますよ、3つ大事なこと。まずはですね、誰に売るか決めてますか？名前まで出してください。その人の顔まで浮かびますか？そしていくらで売るか決めてますか？いつ売るか決めてますか？この3つが明確になっていればもう答えは簡単です。売れます、稼げますね。その誰に売るかが別に1人じゃなくてもいいんですよ。10人に売るでもいいんですよ。いくらで売るか、1個1万円の商品を10人に売るでもいいんですよ。いつ売るか、今度の日曜日のセミナーで、ということでもういいんですよ。セミナーはもちろん自分が設定して自分で集客するわけですよ。で、こういう3つの視点を1回も持ったことがないんだったら、それはね、ゼロ更新です。売れません、ダメですね。いいですか、私の場合はね、もう自分で言うのもちょっと恥ずかしいんですけども、かなりの上級者になりましたんで、意図せずに売れることっていうのは結構あるんですよ。ビジネスを仕掛けていても意図せずにですよ。それがね、普通の暮らしがもう戦略になってるんですよ。もう染みついてるんですよ。ですからね、えげつないことやったらむちゃくちゃ売れます。でも私はえげつないことやらないんですよ。だからむちゃくちゃ売れません。それで十分だからなんですよ。投資の利回りでもう十分だからなんですよ。それも宣言してますよね、ビジネスをやらないと。でも本気でアフィリエイトをやると売れるんですよ。本気で物販やると、メルカリとかやると売れるんですよ。それは誰に売るか、いくらで売るのか、いつ売るかってことが明確になってるんですよね。メルカリで売るときも1週間で売れなかったら商品を取り下げる、もしくは値下げをするっていうふうに決めてるわけなんですよね。アフィリエイトもそうなんですよ。アフィリエイトって大体プロモーション期間が1週間とかっていうのが多いんですよ。ってことは1週間以内に切れをつけないといけないので、まずはその商品、アフィリエイトの商品、はい、すいません、アフィリエイトの商品が手元に届いたらすぐに紹介するんではなくて、ストーリーを作るんですよ。まず第1話は起承転結の木です。私が登場して、どんな、そこにね、ストーリーを作るのか、教育をするのかってことです。お、すごい、そういうことがあったんだ。え、そんな独特な情報あったの知らなかったっていうふうに思わせるんですよね。で、だんだんと、起承転結の章、このお得な情報を使って、私はこういうふうになりましたっていうふうに、章と点に行くんですよね。そして結論です。あなたもこの方法を使って利益を出しませんかって言って、最後のセールスになるんですよね。ちなみに天野さんは集客に何をしてますか？集客のために YouTube をアップロードしてるんでしたら、 YouTube の視聴者さんに物を売らなければなりませんけど、そういうことを考えてる。例えばね、今 JCB のカードを持ってる方は、その利用額の 20% がキャッシュバックされる上限1万でってことをご存知ですかね。
ちょっとうろ覚えなんですけど、今そのキャンペーンやってるんですよ。で、そのためにこの JCB カード作りませんかっていうふうな動画が私でね、私が流したらどうなるかっていうと、その JCB カードを作る、もしくはお持ちの JCB カードで決済を試して1万円をね、キャッシュバック受けるみたいなことがあるんですよね。ちょっとこのキャッシュバックについては別の動画で明日にでもやりましょうかね。あの、お得情報って世の中に溢れてるんですよ。で、多くの方はそれに気づいてないだけです。気づいていたら、そのお得情報を人に知らせるってことにして、多くの方の注目を集めるんですよね。で、そこに自分の売りたい商品を乗っける、アフィリエイトをするっていう流れになってるんですよ。で、ちょっと話が長くなりましたけども、質問はね、3つです。だから、誰に売るか、いつ売るのか、いくらで売るのか、これをね、決めてますかってことですよね。ちょっとそこだけ返信をいただけたらと思います。それでは、以上です。